バーレーン。バーレーン王国、バーレーン王国、ラテン文字、通称バーレーンは、中東、西アジアの国家。首都はマナーマ。ペルシア湾のオシュ島として、大小三十三の島、ムハイラク島などからなる君主の島国である。王家のは、クウェートのサバーハケやサウジアラビアのサウード家と、同じく出身でスンナ派であるが、1782年、 以前はシーア派以外の宗派を認めていなかった、サファビー朝やアフシャール朝の支配にあった経緯もあり、国民の大多数をシーア派が占める。1994年以後、シーア派による反政府運動が激化し、2001年2月に行われた国民投票によって主張性から王政へ移行した。正式名称はアラビア語でラテン文字、 マムラカトゥアルイコールバフライン、通称、アルイコールバーフライン。公式の英語表記は、キングダム・オブ・バーレーン、通称バーレーン、国民、形容詞はバーレーニー。日本語の表記は、バーレーン王国、通称バーレーン、バハレーン、バハレインと書かれることもある。生息アラビア語に従ったかな表記では、バフラインになる。国名のは、アラビア語で、 二つの海という意味であり、島には苦淡水と島を囲む海水を表すとされている。2002年、バーレーン国、ステート・オブ・バーレーンから現在の名称に変更した。かつては、ディルムン文明と呼ばれるエジプト文明やシュメール文明に匹敵する文化の中心地であったと言われている。15世紀頃までは、真珠の産地であった。サウジアラビアの東。 ペルシャ湾内にある群島。国土の大半が砂漠と石灰岩に覆われている。欠片の気候区分は、砂漠気候、BW。サウジアラビアとは、キングファハドコーズウェイという全長、約2 4トルの橋によって結ばれている。四つの県がある。2003年7月3日までは12の行政区に分けられていた。かつては、絶対君主制で、 クウェートより危うい国とされていたが、湾岸戦争以後、民主化を求める国民による暴動が絶えず、主張、アミールであるシャイフハマドビニーサー・アル・ハリーファの下で、次々と民主化を実行し、2002年より政体を立憲君主制とし、君主の称号をマリク、国王と改めた。シャイフハマドビニーサー・アル・ハリーファ主張は、国王、マクに即位した。任政の議会、 国王が任命する、表議員と直接選挙による大議員を設置し、内閣には国王によって任命される首相を置き、男女平等参政権や司法権の独立などの体制を整えている。外交面では、中東地域の国々やイギリス、フランス、日本、アメリカをはじめ、多くの国と良好な関係を築いており、また新米国だが、 カタールとハワール諸島に関しての領土問題がある。イラクと関係が悪かったこともあり、湾岸戦争時にミサイルで狙われたこともある。また、ペルシア湾を挟んで向かい合う大国イランとはパフラビー長が、バーレーンは歴史的に見てイラン、ルシアの領土であると領有権を主張していたことから、同国に対して警戒心が強いとされる。イスラーム革命後はイランが 国内のシーア派を先導して、体制転覆を図るのではないかと脅威に勘ており、バーレーンのスンナ派住民の間には、こうした、警戒心から反イラン、反シーア派感情が強いとされる。アメリカも、敵の敵は味方思考からスンナ派、政権側で少数派のシーア派、国多数弾圧に懸念を表明しつつも、対話を促す程度にとどまってきた。2016年1月2日に、 サウジアラビアがイスラム教シーア派の有力指導者を処刑したことをきっかけにサウジアラビアとイランの関係は急速に悪化し、イランの首都テヘラにあるサウジアラビア大使が襲撃されたことをきっかけにサウジアラビアはイランとの国交を断絶し、これに続いてバーレンもイランとの国交断絶を行っている。隣国サウジアラビアとは大けが。 同じ部族の出身ということもあって関係が深く実質的な保護国となっている。2011年バーレンソーラン乱の際はサウジアラビアの軍事介入によって事態が収束し、軍事面では湾岸戦争後アメリカと防衛協定を結びアメリカ軍が駐留しており第5艦隊の司令部がある。2015年には明治維新以降として史上初の多国籍国際合同艦隊の 司令官職として、日本の海上自衛隊より任命された幹部自衛官が赴任し、ーチバーレーン第5艦隊での国際協力任務を完遂した。南部の約25%がアメリカ軍基地となっている。IMF の統計によると、2011年のバーレーンの GDP は約261億ドルと推計されており、日本の島根県よりやや小さい経済規模である。 中東で最も早く石油採掘を行った国で GDP の約30%は石油関連事業によるものでありその恩恵で国民には所得税が皆無であるが1970年頃から石油が枯渇し始めこのまま行くとあと20年余りで完全に枯渇するという問題に直面していた資源探査を続けた結果2018年4月1日政府は 西部沖合で国内で確認されていた埋蔵量を上回る規模の油田を発見しと発表している。隣国サウジアラビアとは橋で結ばれているため経済的な結びつきが強い。加えて同国が事実上の鎖国体制を敷いていることやペルシャ湾の入り口にあるという地理的特性を活かし、中東のビジネスの拠点、金融センターを目指してインフラ整備を進め、 石油生成やアルミ生成、貿易、観光などの新規事業も積極的に展開し、多国籍企業をはじめとした外国資本が多数進出していい。2010年9月、英国のシンクタンクの Z ・ジェングループによると、バーレーンは世界第42位の金融センターと評価されており、中東ではドバイ、カタールに次ぐ第3位である。 観光にも力を入れており、現在は豊かな国の一つとして数えられているが、失業率が15%超、政府発表値約6.6%、2003年と GDP と比べて高い。通貨単位は、バーレンディナール。レートは1米ドルイコール0.377、バーレンディナール、2010年12月3日現在。国営航空会社のガルフやが、 アジアやヨーロッパ、アフリカ、オセアニア諸国に乗り入れているほか、世界各国の航空会社が、バーレーン国際空港に乗り入れている。日本から行く場合は、ドバイやドーハなどで乗り換えていくのが、一般的である。島国ではあるが、1986年に、キングファハドコーズウェイが開通、サウジアラビアとの間を車で行き来することが可能になっている。 2008年にライトレールの建設計画が公表されたが、2009年からの建設予定が、たびたび延期が繰り返されている。2010年の調査によると、バーレーン国籍は46%、56万8390人に過ぎず、半数以上の54%、66万6172人を外国人労働者が占めている。 外国人労働者の中で最大の勢力は、インド人で29万人を数える。住民は、アラブ人が7割ほどを占めている、バーレーン人が63%、その他のアラブ人が10%、その他に、イラン人が8%、アジア人、イョ教など、が19%などとなっている。深夜派多数の人口構成を変えるために、パキスタン等多のスンナ派、 イスラーム諸国からの移民を受け入れ、国籍を与えていると言われている。言語は公用語がアラビア語で、日常的にはバーレーン方言が話される。他にペルシア語、ウルドゥー語、ヒンディ語などが使われる。英語も広く使われている。宗教はバーレーン国籍保持者に限ると、イスラームが99.8%に達し国境となっている。 そのうちシーア派が75%、スンナ派が25%となっている。外国籍を含むと、イスラームが70.2%にまで下がり、残りは、キリスト教が14%、ヒンドゥー教が10%などとなっている。近年はインドなどからの労働者の増加により、非イスラム教の割合が増加傾向にある。少数派であるスンナ派は、政治やビジネスなどの面で優遇されて、 支配層を形成しているのに対して多数派であるシーア派は貧困層が多く公務員や警察には登用されないなど差別的な待遇に不満を感じているとされるこうした不満が2011年バーレーン層欄に繋がったと見る向きもある全世界からビジネスマンや観光客が来ることもあってかサウジアラビアやイラン等の周辺国に比べると宗教的規制はかなり緩やかである 例えばアルコールは自由に飲むことができ、週末になると飲酒を禁じられている周辺国から酒を求めて人々が集まって盛り上がる。また、女性も顔や姿を隠す必要はない。欧米の軽音楽の聴取が自由であり、それらに影響された軽音楽がバーレーンでも制作されている。1981年にデビューしたオシリス、オシリスは、 バーレーンを代表するロックバンドでヨーロッパでもレコード、CD が発売されている。女性の政治的社会進出も他の湾岸諸国に比べて進んでおり、就業率は23.5%、2001年、大学進学率は11.8%、2001年、男子は13.2%と高い水準を誇る。また、サビイカ王妃が、 アラブ女性連合最高評議会の議長を務めるほか、第六十一回国連総会議長の、ハヤー・アール・ハリーファ、同国初の女性閣僚となったナダアッバース、ハッファーズ博士など、負の養殖に女性がつくことも、珍しくない。スポーツで、最も人気なのはサッカーであり、二千六6フィーファ、ワールドカップのアジア最終予選を抜けようと努力し、ホームのバーレーンのスタジアムでは、 バーレーン国がチケットを買い上げ、それをバーレーンの市民に無料に配布して、ホームの試合を盛り上げるなどした。2002年に、普山で行われたアジア大会サッカー競技で、当時の U-21 日本代表と対戦して、以来、バーレーン代表は抽選の都合に日本代表との対戦機会が急増しており、国際 A マッチの範囲だけでも2002年から2010年に、 かけて9試合を交えた。2010年代は FIFA ワールドカップアジア予選で早期敗退が続いた。また、西部の港町ザラク近郊の砂漠地帯であるさ、ヒールにサーキットを建設し、F1 開催の誘致に成功、2004年からバーレーン GP を開催している。21世紀以降はケニア、 エチオピアなど、アフリカ出身の選手を多数帰化させるなど、陸上競技の強化を進め、オリンピック、世界陸上、アジア競技大会などの国際大会で優勝者や上位入賞者を輩出している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。